さあやっていきましょう。シェンム実況パート13でございます。もう13までいってますね。早い割に大して進んでない。とりあえずの堀市のところに行くってところからスタートですね。しかし堀市のところの時間がねちょっと遅いので、ブラブラ時間を潰すだけの回になってしまうかもしれない。非常に気合は入ってるんだけども明日また出直す。以上ね、気合が入ってんだけど、おそらくこのパート13ではね何もこう起こることなく進むんじゃねえかなと思いますね。うん、稲さんがいない、多分福さんもいない。お、稲さんがいた。稲さんに話しかけよう。はい、稲さんリオさん、今日空手部の野中先生からお電話ありましたよ。空手部なんだ。そう、なんてたまには後輩の練習に顔出してくれとおっしゃってました。わかった。学校なんかないでしょ。先生も、ああ、大丈夫だよ。大丈夫じゃないし。そういえば冷蔵庫の中にあの煮干しとかが補給されてねえかな。ででん、ででん、煮干しとかあの牛乳とか補給されてないね。じゃあ行きましょうか。ささっとね、さささっとね。今日の文化、あ、まあ、結構お金使ってるね。行きましょう。ちょっとあの道場に顔出してね、草のあたりのこの油を塗ってから行きましょう。行きましょう。いやー、なかなかねシェンムーの実況やってはいるけれども、伸びはないね。伸びそうな感はないね正直言って。でもまあ始めたことを途中で投げ出すのはよくねえから、最後までやっていくつもりよっていう感じですね。まあやるの楽しいからね、楽しみながらやっていきましょう。実況をしているということはそこまで意識せずに、お、福さん練習をつけてくれ。練習を。福さん、りょうさん、なるべく早く。ああ、その話は前も聞いた。グッバイ。楽しみながら実況をしていくっていう様子をね、まあ、もしかしたらあのそうシェンムー3が発売された時にね、誰が興味を持ってね見てくれる人もいるかもしれんでしょ。その時のために上げていこうかなという。でもはっきり言ってダイジェストみたいなもんでもいいよな。イベントこう全部ダイジェストで何が起こったかとか、そんなのを知るだけでもいい気がするから、わざわざ一通りやる必要はねえと思うけど。お、また猫発見。この猫いつもここにいるな。うちの猫と同じ柄をしている。要は雑魚ということだ。雑魚猫ということだ。この辺とかなんかなんもねえかな。誰もいねえな。聞かれそう。雨降ってるともういっそ暗いな。動画を上げるソフトでね、編集ソフトでちょっといろいろいじって色とかね、色の塩梅とか変えたりしてみたりしてるんだけども、ここなんかあるかな。なぜここにスポットが、稲荷神社の稲荷だから真ん中に狐の像が見えるような気がする。ここにこの下が見たいんだけど、油毛はまだあるのかな。ないな。よし、猫さんになんかあげていこう。コントラストをちょっと最初の頃からは比べ、あの上げてみたりね、音量の方の呼ぶ。おい、元気か。名前が、俺のことも覚えてくれたみたいだな。名前決めなかったからおいとしか言わねえ。せっかくなのでなんかあげましょう。あげれるも、ツナ缶あげれる。ほら腹減っただろう。何でも食わしてるね。見てお兄ちゃん、美味しそうに食べてるよ。ああ、いっぱい食べれば。音量の加減もね、ちょっとあの調節したりして。そうだね。多分。ありがとうお兄ちゃん。ちょうどいい塩梅になってんじゃないかなと思う。正直撮ってみるまでは、あの聞いてみるまで分からんのがね、チョコやれない、ポテチやれない、煮干
干し、魚の切り身、そう、魚の切り身にやるつもりだったんだ。ほら、マグロが腐っちまうから。うまいぞ。うまいぞ。うまそうに食べるな、こいつ。うまそうに食べるな。きっと、美味しいんだね。じゃあ、そのうちまた持ってくるか。うわー、高え。ありがとう、お兄ちゃん。マグロの切り身は高えぞ。500円はまた間違えることをした。あと食わせられそうなものはいかないしか。うんぐらいなもんだな。まあまあ、やりすぎなもんだ。やりすぎなぐらいだ。よし。おいで。めぐみちゃん。なんか面白い話を聞かせてくれ。幼女に面白い話を。お兄ちゃん。猫ちゃんの名前決めたよ。ミミちゃんなんだ。かわいいでしょ。かわいくは。かわいいな。かわいさ、曲ぶりみたいな名前だな。本人、オスだったらどうすんだって気がする。おミミって言うか。ミミ。元気そうだな。ミミって続くと、その後ろに つながる言葉って図だよな、多分な。日本人的に、ミミの後ろに つながる言葉は図だよ。ミミズかミミズクしかねえだろ。他にミミが、ミミタブか。ぐらいかな。ミミが入ってこうね。ミミ、つながる言葉。ミミタブ、ミミズクぐらいだ。あまりその可愛くはつながらない。中村。中村だ。中村。何してたんだ。何してたんだ。考え事。受験終わったら何。そうか。このこと。じゃあこの話しか聞かれないな。今気づいたけど、この左なんかあんな。あ。バイクあるだけ？バイクあるだけか。今気づいたけど、特に何もねえや。行こう。暇だなぁ。雨降ってるしなぁ。こういう一日があった場合も別に時間を飛ばすことはできないのがシェンムーの魅力。光る。ライトがつくだけです。正確な時を刻むタイミックスの腕時計です。なんでタイミックスなんだろう。提供してんのかな。俺も持ってるあの腕時計がタイミックスでさ、タイミックスって言ったら、あのアメリカに現存する唯一の、時計会社っていうことで、あのウィキペディアに書いてあった。アメリカってなんか時計いっぱい作ってそうな、時計アメリカぐらいなら時計も作ってそうなイメージだけど、まあ、アメリカの会社は大体あのヨーロッパとかの国に吸収合併されたりして、唯一アメリカに残ってるっていう、そういう風なね、そういう風な時計がタイメックスらしくて、まああのそういう風なアメリカ好きの人、有名人とか大統領とかそういう人は使う、いつも忙しそうね、書いてあったよ。いえ。ただまあ高級ブランドというわけではなくて、ワンダラーで買えるような時計、庶民派向け時計みたいな、そういう風な時計のあれーお兄ちゃん、何か探し物？うん、ワンダラーちょっとね、ちょっとワンダラーかどうかは知らない。誰か人がいるね。いや、カキばっか。兄ちゃん、日曜日だからか。ごめん。後でな、学校行け。この公園行くと練習始めちゃうよな、おもむろに。確か。あ、人がいる。これは山岸のおじさん。山岸さん。おお、レオ君か。修行は頑張らん。はい、頑張らんと。頑張ります。あ、これは練習できないけ。人がいないときしか練習できないのは、なんか。わかるね。わかるね。人がいないときしか練習できないっていう感覚。それは人がいるときになんか、一人でこう、ふっはっとかやってたら、ね、ちょっと恥ずいよ。恥ずかしいよ。ドブ板。まさかこのドブ板ってのは実在するとは知らなかった。行ってみたいかって言われると、ちょっと行ってみたい感はあるね。ちょっとね、犬発見。
修理のすいません。ジーンズを修理のですか。きっとぴったりのジーンズあるから。ねえ。また来ま。修理お姉さんいつも修理してる。ちょっといいかな。すいませんけど、じゃあ。おい、なんだその受け答えは。そんな受け答えでいいと思ってるのか、おいこら、おいこら。持て余してるもの時間を。これは知り合いじゃないか。ごめんなさいね。顔の丸い女子高生。それからごめんなさい。はい。原崎がいいね。どこ行った？ミキさん。ミキさん。ハロー。誰？おじさん。忙しいんですか。ミキさんのおじさんだ。全然暇。りょうくんさ、なんか食べに行こうよ。いや、急いでるから。いや、急いでる。なんだ、つまんないの。その宝寿司。しょうがないな。じゃあね。失礼します。とりあえず話に乗っとく方がいいぞ、そういう場合は。その方が面白いと思う。すいません。おや。りょうです。またボケとるズバーさんが。そうです。毎晩ね、毎晩ね、のぞみがりょうくんのこと知らんかそうですか。会話二つ目聞いてなかったのか。これみ聞いた。ミキって人は誰だ。おじさんが誰なのかな。辰巳さん、すいません。すいません。今いいですか。ああ、悪いけど。わかりました。基本的に歩いてる人に話しかけてもあれだな、全然答えてもらえない感じがする。野村さん。野村さん。ああ、りょうくんか。誰だ。毎日寒いな。そうですね。こんな人に会った記憶はないよ。しかも毎日寒いなんて、それだけですか。野村さん、野村さん。だ。本当もう誰だろうこの人。ちょっといいかな。ちょっといいか。悪いけど知らない人と。じゃあ。濃い人がいる。濃い人がいる。これ誰だ。この人。ごめん、徹夜明けなんだ。朝まで待って。雀荘に今日は。そうでした。とりあえず岡山ハイツ何時からだっけ。7時からじゃなかった。岡山ハイツはこの辺だったような。この辺、ここだ。この辺の地理感覚には優れてる自信がある。地理に自信に来たから。地理も得意だし、テストの地理も得意。授業のテストも地理得意。時間書いてなかったっけ。あ、2時からだ。2時まで時間潰しゃいいか。たっ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 た2時まで暇だな。暇だな。これをカットしないっていうのはもう悪いが、ただのもう怠けだよ、ね、ただの怠けだと思う。でもこれがシェンムーだからしょうがないと思うんですよ、正直。すいません。美味しいとこ取りだけしてね。ごめんなさいね。美味しいとこ取り、男性は苦手なの。おばさんで男性が苦手とか、あまりその、まあそういうのもあるのかなねえ。なんか年食ってくると男も女も大して関係ねえじゃんって思うけどね。年いってもまだなんか男が女がとか言ってな、若干かっちょ悪い気がする。悪いんだけど今日は立て込んでてね。あんまり話をそう、誰に話しても無限に返されてしまう。新吉おじさん。新吉おじさん。 おっとっと、そういや、りょうちゃん。お、何。はい、はい。あんまり寝てねえらしいじゃねえ。うわ、噂が。ええ、まあ噂がこんなところが流れてきてる。心配してたぜ。いつも帰りが遅いってな。すまんな、11時までには帰る。りょうちゃんの気持ちもわかるが、イネさんに心配かけちゃいけねえな。説教され始めてしまう。たまには早く帰って、イネさんの肩でも揉んでやんな。あ、わかりました。そうですね。じゃあ、失礼します。母親は。葉月家の母親はどこ。イネさんによろしくな。はい、はい。小言を食らってしまった。ちょっといいかな。すいませんけど、これから用事があるんで。まあまあ、ごめんなさい。またね。だんだん感覚が狂ってきてるかもしれない。いや。はい。いや。どうだい、調子は。Very fine ね。何か食べ。いや、また今度にするよ。基本的に人の誘いには乗らないね。
何か食べていくとかいうのは食べない。そんなんばっかな。そういうノリの割とかよくないよ。何にでもとりあえず乗っていった方が人生楽しいと思うよ。どんなしょうもないことに。小峰さん。いやいらっしゃい。まあ、その結果めんどくさいことになるかもしれないけど、忙しそうですね。それでもね、イエスっていうのがいいっていうの。これ、ね、イエスマンっていうジムキャリーの映画でした。ちょっと売れ行きがやっぱ ね、 なくてね、ちょっと嫌だなって思うようなことでもね、参加してみたら案外悪くねえよ。向こうのバーガー屋は目じゃないけど、ピザ屋がね、手ごわいんだよ。そうですか。せちがれえ話してるな。だからまあ、なんだってとりあえずイエスで参加してから、それを面白くすりゃいいんじゃないかなって俺は思いますね。とりあえずやってみりゃいいのよ。とりあえずやってみて、まあ失敗しようが失敗しなかろうがね。失敗するか失敗しないか、失敗を恐れたら、ゆり子さん。聞きたいことがあるんですが。ごめんね。今用があって。本当は聞きたいことなの。何もないですよ、ね、そうですか。それじゃあまた。すげえ人脈の広さだよね。ゆり子さん知らねえよ。龍王子さん。龍さん。また君か。また君。まあ君はいつも元気そうで何よりだが。おう、はい。風邪などひかぬよう気をつけなさい。健康が一番の財産だ。健康とか言いながら左手にほら、左手にタバコを持っていらっしゃる。 PTSD みたいなのかかってしまう。リュウさんは PTSD じゃ、私も気をつけているんだが、そういうに関する、ね、いつも元気でいることはなんかことを思い出せね。メタボリックシンドロームみたいな言葉があるんだ。気をつけなさい。はい、はい、ありがたいお言葉もいいです。タバコスパー、タバコスパーで健康に気をつけなさいと言われましたもんね。人はあの人だな。あのバー横須賀の前で客引きしてる人だな。すいません、今用があるから。はい、それじゃ。わかりました。悲しい、無限にされている。ここの横の道は何か、何もねえな。まだこの辺で情報が得られるかもしれないな。これ何を言ってるかっていうと、この後向こうに行けるんですね。知ってるんですね。店長、スマイリー。やあ、葉月くんか。最近お店にあんまり出てない。そうなんだ。横浜でレストランを始めたもんだね。へえ。花屋はすっかりゆり子ちゃん任せ。さっきのゆり子ちゃん。そうですか。皮肉なもんだ。その方が売り上げん。あの悪い、今横浜の店がゴタゴタしててね。そうですか。じゃあ、そうか、そういうコミット立ち入った話を、立て込んだ話を聞いてもね。さっきのゆり子っていう人がこの人がここのさっきのフラワーショップの店番してたのね。今の話はなかった。タムさん。タムさん。おう、リョウカ、ちょうどいいとこ来てくれた。え、ダーツって得意か。ダーツ、まあまあかな。そうか。何、ダーツがどうかしたの。どうかした。いやな、そこの U に入ってるんだけどさ、うん、どうしても100点取れねえんだ、これが。おう、なんだ、そんなことか。タムさん、またうちに遊びに来てくれよ。ああ、ありがとう。特に何が起こるわけでもなく、ダーツ100点取る取った方がいいのか。この辺のゲーム一通り洗ってないな。ちょっと興味持ってる人もいるかもしれんし、ダーツ一発でもしてみますか。こんなうだうだしてる間にもう2時間が経とうとしている。2時間じゃないか、20分が経とうとしている。ゲーム内時間で言うと遊んでいくか。朝起きてからもう1時になってるってことだね。1時20分で1時になろうとしているというのは、このね、えい、いい感じだ。いい感じでしょ。このふわふわっと動いて、ふわふわっと動いて、それによって、はい、外した。3点。惜しいな。17点。これただあの時間とハイスコアだな。あ、外した。1点。惜しいな。18点。
100点いきゃいいんだよな。何等で100点、これ20点いきゃ100点か。20点。まずまずかな。あ、違う、タイムボーナスが入るからね、100点ぴったしになる。最後の1本、最後の1本しょぼ。まずまずかな。19飛べなきゃいいな。はい、133点です。もう1ゲームだ。え、これでピタッと終わるつもりだったのにな。よし、25点。どうでしょう。ね、まだあんの。当たった。当たった。7点。200いっかな。あー、間違えた。こんなものかな。ちょっと遅かった。それこれね、あんまりじっくり時間かけすぎてもよくねえんだよ。タイムが取られるから。当たった。味噌かすな。最後の1本、最後の1本、ここだ。よし、惜しいな、惜しいな。確か真ん中の3倍、枠のここの、ここのところ、そっか、行ったらなくなったな。隅みたいなところ、角みたいなところ行くと3倍とか。ここまでにするか。ヘルプ、ヘルプ見る、ヘルプ。周囲のライン、内側の赤緑ラインだと3倍だからね。セカンドステージで240点を超えるとサードステージに進めると。進んだ結果なんかもらえたっけかな。まあいいや、じゃあここまでとします。パート13でした。ではね、パート14でまたお会いしましょう。